本日はですね、かなり吐き込んで、もうね、このソールとかもね、かなり大変な状態になってきてはいるんですが、この黒い靴をね、磨いていこうと思います。今日はね、軽く、今何もついていない鏡面じゃない状態なんですけど、軽く鏡面にしていこうと思います。まあただこっちはまだいいんですけど、こっちがね、水を吸ってあまりよろしい状態じゃないので、本当にうっすらとかけていく感じでいこうと思います。こっちはね、あのシワの入り方もまだマシな感じなんですけど、こっちが本当にね、良くないシワが入っちゃって、クラックも入ってますね。まあ、あまり先は長くないのかもしれませんが、頑張っていこうと思います。よいしょ。しかしこのローファーもね、磨けたら面白いかなと思ってます。よいしょ。とりあえず紐を取りましょう。ミンクオイルを正しいやり方かどうか分からないんですけど、ミンクオイルを手に取りまして、靴ひもにちょっとコーティングしていきます。そもそもミンクオイルを塗るのが良いことかどうかっていうのは分かんないんですけど、私はこうやってます。ミンクオイルを塗る場合は量が結構大切ですよね。塗りすぎるとよろしくない影響があるような気がするし、あのエンジン音みたいにね、やりすぎは 何もね、いいことはないってことですよね。はい。でこれをソールにも塗りましょう。ソールの状態もね、かなり大変な感じになっておりますよね。はい。左手のミンクオイルはこっち用で、右手に残ったものはこっち用ということで、一応量もね、大体均等なんじゃないでしょうか。この子はどうなんでしょう。このソールと共にお別れなのかな。このソールの寿命が来たらと同時にアッパーも
もうアッパもお別れと言ってもいいんじゃないかなっていうレベルではありますが、かなり、ね、かなり大変な状態になってますが、まあでも、その上で可能な限り、綺麗に使っていきたい思いはあります。邪道ではありますが、少しだけミコイル塗っちゃいますね。これは本当に良いかどうかは分かんないんですが、まあ、もし良い結果が出たり、あるいは悪い結果が出たら、今後の動画でお知らせするかもしれませんが、でもどうしようもない。ちょっと硬いんですよね。一応丁寧にクリームを少しずつ入れてはいたんですが、もうそれではどうしようもないぐらい硬くなっちゃって、こっちはまだいいんですけどね。こっちは薄めに塗ろうと思います。なんかもともと良かったんですけど、この足のこの親指の付け根がですね、痛くなるようになっちゃって、この線がね、こことここに入ってるんですけど、もうちょっとこっちに入って1本ここに入るのが理想なんですけど、ここで面ができちゃって、これが親指の付け根をぐっと押さえ込んでしまうんですよね。こっちはね、かなりいい状態なんですよね。1本こう入って、でここですね、ここにもう1本入るっていう状態。まあ、もちろん靴の形によって違うので、この靴の場合の話なんですけど、まあ、こんな感じで、クリーナーは前回もね、あんまり必要以上に塗って何も塗ってないので、非常に軽く薄化粧で、というか必要な量だけをきっちり塗ったという感じで、しかも色もニュートラルのクリームなので、あまりね、これ落とさなくてもいいような気もするんですが、まあ、一応さっと表面全体的にから拭きじゃないな、クリーナーつけて拭いていくことはしようと思います。まあ、ミンクオイルつけてからなんでそういう順番でやるんだっていう感じですけど、まあ、もしミンクオイルが取れすぎたようであれば、もう一回本当に薄く塗りましょうかね。多分ね、そんな汚れはないですね。汚れもクリーム、余った余分なクリームもないですね。多分2、3周で十分でしょう。
なんか皮自体は非常に良い光り方をしているので、すごいの惜しいんですけど。ね、可能な限り延命処理をして入っていきたい。経験も含めてこういう靴が一つあると今後の経験、今後どうすればいいかっていうのが分かりやすいですよね。もう一つ実験用の、まあ、いろんなことを試す靴はあるんですけど、それは元気な状態というか、あまりひどい状態じゃないので、ひどい状態じゃない靴でできることっていうのは、まあ、もちろん試せるんですけど、そうじゃなくて、こういう状態になった上で、じゃあどうするかっていうのは、もうこういう状態になった靴じゃないとわからないところがあるんで。そういったところのノウハウみたいなものを少しずつ自分でも理解できればいいかなという思いもありますね。こんなもんですね。ちょっとだけ、本当に少しだけ、足しましょう。意外と見えますね。15分の壁が、このね、私の愛用している、富士フィルムの XT2 様にはね、15分の壁がございますので、ちょっと切り替えてまいりました。意外とね、見た目にも明らかですよね、このミンクオイル。量は少なめと言ったんですが、塗りすぎじゃないかと思われるかもしれません。まあ、実際に塗りすぎなのかもしれませんが、そんな塗ってる感覚はないですね、私としては。全体にもうっすらと伸ばしてあげましょう。本当にうっすらと。ミンクオイルはね、これスムースレザーに使うのは、ご法度なんでしょうかね。基本的には。ただ、先ほど一番最初にお見せした、コインローファーですね。コインローファーは、一番最初、本当にきつい状態、きつい状態というか、足に本当にぴったりだと思って、湧いたんですが、しかしながら、やはり靴ずれとかぴったりすぎて、そういうのがひどい状態だったので、ミンクオイルを使って少し部分的に伸ばしたんですけど、それがすごいうまくいってですね、もう今ではもうぴったりなんですけど、まあ初めからぴったりはあったんですけど、ぴったりな上に履き心地も良いという最高なローファーになりまして、しかも紐靴じゃないんですね。ローファーで、スリッポンタイプのもので、ここまでぴったり履けるというのはなかなかないと思うんですけど、まあ、ミンクオイルをうまく使えた一例がね、あるせいで、なんかミンクオイルへの信頼度が個人的に私の中で高まっているという感じです。今回はあれですね、クレム1925にしようかな。
ルーム1925を塗る、塗っていこうと思います。そのために少し待ってくださいね。そのためにデリケートクリームを塗っていきましょう。この靴がどうしてこんな状態になってしまったかっていうと、ちょっとねお恥ずかしい話ではあるんですけど、ちょっと恥ずかしすぎてやっぱり言うのやめようかなっていうふうに思っちゃうぐらいなんですけど、まあでも単純に履いてる年数が長いっていうのもあるし、そもそも
その靴の手入れの仕方をしっかりと知らない時期から履いていたっていうのはあって、ちゃんと手入れをしてこなかったんですね。というか、間違った手入れをし続けていたっていうのも方が正しいかな。一応その全く手入れをしてないとか、なんかそういうことではないんですけど、ただ単にやり方を知らなかったみたいなことがあってですね、なんか見当違いのことをずっとしていたりっていうこともあったんですね。ミスったな、取りすぎた。まあ、そのせいでそもそもあまり健康的じゃなかったっていうのはあったんですけど、一つ大きな失敗がありまして、京都にですね、伏見稲荷大社っていうのがあるんですけど、まあ、有名なところだと思うんですけど、そこをですね、この靴でね、登ったっていう、まあ、これしかなかったんですね。仕方なく登らなきゃいけないことがありまして、しかもその日がね、雨ではなかったんですけど、途中から雨が降ってきたんですね、あの山の中で。もうね、最悪でした。で、疲れ果てて帰ってきて、で、最低限のことだけして、ちょっともう疲れてしまって、その雨の中帰ってくる道もね、大変だったので、まあ、その言い訳ばかりしてますけれども、それでね、ちょっとこの靴をしっかりとお手入れするということを怠ってしまってですね、そのためにこのような状態になってしまったということですね。一旦ね、カビをね、少し生えてしまって、今でもね、本当に大丈夫なんですけど、全くないんですけど、まあ、でも革靴はすぐカビますよね、実は。ブーツとかなんかは本当に綺麗にして、なんだ、下駄箱というかに入れとくだけでも、でワンシーズン使わないで出してみたらカビが発生してるみたいなことが日本だとありますよね。特にブーツ、冬用のものなんかは夏という一番ダメな時期を触らず来させられますから、来さなければならないわけですから、彼らは。なので、まあ酷ですよね、酷な状況ではあります。そんな感じでですね、まあこの子に対してもね、ひどいね、仕打ちをね、行ってしまった私ございますけれども、それを反省、猛省してですね、まあこの子は教訓にねなっているわけですね。今もまさにもう生きる教訓として、私は大事に延命処理をしながら、この子と共に生きていかなければならないと感じでございます。よいしょ。もうそろそろまた15分になりますね。ということで、はい、サフィルのクレーム1925塗っていきます。ようやく本題って感じですね。あ、おつけすぎた。指に
乗りすぎましたので結構広い範囲塗っていきましょう。靴磨き動画のなんかあれですね、インプレッションって言うんですけど、あのホーム画面とかおすすめに YouTube が表示したがる率が結構高いらしいんですね。私は人に見ていただくことをあまり想定していないチャンネルの作りとかサムネイルの作りとかなんかいろいろ動画そのものの作りとかをしているにもかかわらずですね、まあ一応そのだからこそそういったアナリティクスを見るのは好きなんですね。本当にしょうもなく自分のこうやりたいことともちょっと違うのかもしれませんが、なんて言うんだろう、自由気ままにやっている中でしかしなんかポンと意味のわからない動画がインプレッションが多かったりするわけですね。そうするとこれなんでなんだろうっていうふうな思うわけですよ。まあ普段から YouTube 頑張ってる人で伸ばそう伸ばそうと思って伸びた人はただ単にそれは伸ばそうと思った、努力が実ったっていう感じなのかもしれませんが、私の場合別にどの動画も等しく伸ばそうと思ってないので、だからこそなんか客観的にというか、あこれがこう伸びるんだみたいな視点から分析したりするんですけど、まあ、いずれにしてもなんか革靴がですね非常にインプレッションが良いんですね。でさらに面白いのが、必ずしも革靴関連の動画から来てるというわけでもないみたいなんですよね。そこが面白くて、何なんでしょうね、ある程度の年齢の男性というものは、まあでも男性が見そうなコンテンツからいわゆる男性におすすめしているっていう感じは受けるんですけど、まあでもいずれにしても、まあ、短絡的に考えると、例えばそのある程度の年齢以降の男性は全員革靴に興味があるというようなその最大公約数的なコンテンツとしての革靴っていうのが YouTube 上で認識されてるのかなぁとも思いましたし、どういうことなんでしょうかね。まあ、今単純に流行りっていうのがあると思うんですけどね。なんか青みがかって光りますね。
子を落とすという。ブラシの持ち方とかって結構難しいですよね。うまく落とさないようにちょうどいい力を加えて振り続ける持ち方みたいなね。十分じゃないですかって感じはあるんですけどね、個人的には。ワックスを塗っちゃうと次にワックス剥がす時が大変なんですよね。インターネットのどっかの記事で読んだと思うんですけど、水で濡らして新聞紙で覆って、でそれで乾燥させていくみたいなことで、こういうボコボコした、テクスチャーが治るみたいなのを読んでですね、まあ意外と信憑性ある感じがしたんですよね。そのサイトだとか、もしかしたら動画だったかもしれないですけど、まあでもその作り的にはある程度信憑性があるというか、少なくともその実例はあったような感じがしたんですよね。まあ、インターネットの記事だから分かんないですけど、まあでもなんかね、ちゃんとしてそうな感じで紹介してたので、やってみる価値もあるかなと思いつつね、まだちょっと怖くてできてませんね。梅雨の時期っていうのもあって、空気自体が結構湿っちゃってるんで、しっかりと乾燥させたいように乾燥させられるかっていうのが怖くてですね。秋とかになったらやりましょうかね、ちょっと空気が乾燥してきたら。っていう感じです。それではうっすらとというか、あ、もうちょっとですね、うっすらと鏡面していきましょう。よいしょ。今日は黒いの使っていこうかな。あるいはこの前から導入している、ニュートラルを使ってもいいんですが、どうしましょう。迷いますね。非常に迷うところでございます。うお、まあ黒でいっか。一旦カメラを更新してきます。よし、38分ぐらいからですね。結構あれですね、あの
肌の状態が良くないですので、あまり厚塗りをしないように。本当だったらね、黒いストレートチップだからピカピカにしてあげたいんですけど、この靴ではもうなかなか特別な時ぐらいしかね。で、特別な時にこのボロボロを、まあ、ボロボロって言ったらかわいそうですね、履いていくかっていうと、それもまたね。まあでも言うてですよね。まあもちろん革靴が好きな方が見たらボロボロだなと思うかもしれないけど、でも少なくとも最近はちゃんとお手入れしてるし、絶望的なレベルかというと、まあそうでもないんじゃないかなと思います。こんなもんで多分ね、光はすると思うんですよね。うん、こっちなんですよ問題がね。そもそもボコボコしてるから、これを覆い隠すほどのワックスは塗れないっすね。塗りたくない。塗っちゃうとこの皮の状況が悪い方向にしか行かないですから。まあね、折を見てタイミングのいいところで先ほど言っていたような、あの新聞紙を使った救済法みたいなのも試してみようと思います。それまでは延命処置ということで。ワックス温まってきちゃって手に取れやすくなっちゃってますね。毎回のことですが、よし、じゃあかかとにも、かかとも行きましょう。
当にどこまでするのかってことですよね。ちょっと範囲が広すぎる気もするが。とにかく中心をきっちりと光らせていきましょう。でいいですかね。塗りすぎると本当に良くないので、ギリギリのきっちり光るけど薄めというところでいきたいと思います。塗りすぎてる可能性があるな。手に取れすぎる。むしろあれですね、かかとについては左を足す、ここから足していく方向で合わせましょうか。
かかとは幸いどちらの靴、どちらも左右どちらとも革はいい状態なので、まあ、普通かかとの方をつま先より光らせるっていうことはないと思いますが、そろそろ15分の壁が来てしまうので、それまでにこの塗るパートを終わらせましょう。最後磨くだけにできるように。まあでもこんなもんでいいですかね、じゃないですかね。これで磨くパートに行きたいと思います。よし、それでは水をクミンで行きましょう。水をね、クミンで行って、黒用ですね、クロウ先輩。いきなり虚構推理を思い出してしまいました。あ、水が垂れてます。素晴らしい、セルフで水が垂れてくれました。セルフ水垂れ、左からになっちゃうけど、まあいっか。さあどう、あーいい感じだ、いい感じ。あ、もうこれは成功だ。左に関しては成功しました。あ、美しい、美しいって感じですね。まあ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 いい感じでしょう。
なかなかですね。あ、ちょっとつけすぎた。完全につけすぎている。このズボンはあの靴磨き専用なんで、ちょっと多少汚くなったもんね。大丈夫だ。薄塗りって言ってたのに、そんなに薄くないですね。光りすぎかもしれない。まあ良いでしょう。こんな感じです。布にマックスをちゃんと取る、あるちゃんとというか 量的にはすごい少なくていいと思うんですけど、あの取るということが全く取らないのとでは大違いですね。重要なんですね。やっぱこっちはボコボコが目立っちゃいますね。
まあまあでも綺麗ですね。やっぱりね、黒い靴は綺麗にしましょうってことですね。綺麗にというか大事に使いましょうってことですね。黒い靴ほどそういうそのテクスチャー感というか輝きの質とかですね、まあ、ポリッシュする時の輝きの質もそうですし、革表面の状態、ザラつき感とか毛穴の感じとか、そういうのが本当にそういう細かいところが重要になってくるような気がしますね。茶色の靴は確かに色のムラとかそういうのは目立つかもしれませんけど、テクスチャー感に関しては真っ黒の革靴よりはかえって優しかったりするんじゃないでしょうかね。真っ黒だと本当に光り方というか、それこそガラスレザーといわゆるこう銀面もついてるような靴と、その銀面がある場合も銀面の質でなんか全然違ってくるような感じがしますね。いや本来はねこのかかとぐらい滑らかだったんですけど、それももう過去のねなしっていう感じですね。僕は終わってたかと思いました。びっくりした。いや本当にこれ録画終わってる時にね、自分が一人で、一人ごとをずっと喋っていたっていう風に気づいた瞬間ほど自らのこうなんかバカさ加減みたいなのを知る瞬間はないわけですよ。そのことに気づいたというか、そういう風に思った瞬間の顔がね、今録画か、顔は録画されてないかな、声が録画されてしまったということで、非常に二重三重に恥ずかしいんですけど、一般的な恥ずかしさのさらに上を行ってきましたね。いや、まあ、いずれにしてもですよ、まあ、この子がね本当に寿命を迎えたって なればですね、まあ、黒い靴をまた黒いこういうフォーマルなねシーンで履くような靴を買うと思うんですが、必要なものなので茶色とかだったらね別にね必ず必要というわけではないですが、まあ、黒のこういうジャンルのものはまあまあまあ誰どなた様でもね必要なんじゃないでしょうかね。まあ、その靴はねきっちりきっちり何も気にせず鏡面磨きをがっつりしてピカッと光らせて、その状態で満足してね履けるような状態、革の状態に保ちながら綺麗に履いていけたらいいなというふうにまた思いをね新たにしたわけでございますけれども、こんな感じで一応ね鏡面風もうちゃんとした鏡面ができてるという自信は自分でもないので鏡面風とあえて言わせていただきますが、いやでもまあ鏡面だな、鏡面磨き、させていただきました。ね、ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。
それでは、またね、今度の動画でお会いいたしましょうということで、明日。さようなら。あ、そうだ、今回はやりません。あ、やってはいません。ただバランスが崩れただけですね。ただバランスが崩れただけ。よし。紐も戻すか。紐を戻すのめんどくさいんだよな。この下のところに、タンのところに、あの途中穴がついてるタイプのやつなんで、本当にめんどくさい。やめていただきたい。ありがたいんだけどね、あのタンが下に落ちないのは、いろんな意味で、いろんな意味でありがたい瞬間もあるんだけれども、まあ、しかしやはりね、ありがたくない瞬間の方が多いということで。まあ、単純に通さなければいいのか。通すのでもいいのか。ここぞという瞬間に一回通せば、それでやってみましょう。あれ、ここぞという瞬間だと思ったんですが、うまく通ってくれませんでした。悲しみ。ここぞというね、タイミングですよね。やっぱり人間、タイミングが重要な気がしますね。こういうね、やっていてもやはりね、タイミングがずれるとね、靴にも嫌われるし、まあ人間にもね、切られてしまうという、ね、そういったところがあるように思ったり思わなかったりということで、思ったり思わなかったり、たりたり、この絶妙に合わせにくいやつ。こんなもんですかね。
よし。それではご視聴くださいまして誠にありがとうございましたということで、ちょっとマイクの線がねプラプラしてますけれども、サムネだけね撮影させてください。本当にすいません、ありがとうございました。見えてるのかな、ちょっと動画では見えてないかもしれないですね。おお、でもやっぱりね線傷みたいなのがありますね。下手くそってことですね、私がね。はい、こんな感じです。ご視聴くださいまして誠にありがとうございました。